はい、こんばんは、アドンチャンネルです。4月の13日の夜。えっとね、今日、まあいつものようにね、まあ土曜日で気温も上がって、風もなくていい天気だ。ね、今日みたいな日に自転車トレーニングに行かないわけにはいかないじゃないですか、みたいな感じでね。まあいつものルートでね、鹿の島まで走って行ったんですよ。うん、まあ今日はあの、クロスバイクの ネストのリミット2っていうやつに乗っていったんだけどああいいねーって鹿の島の海がまるで沖縄の海みたいに見えるみたいな感じでね何の問題もなく気持ちよく走れてたんですよでマスターじゃあ帰りましょうと海の中道通ってガンのスケールでカシーポートパークに入ってきて葉の水産さんの前に通りがかったらあれ 交差点の中にパトカーが止まって車線規制している。あれなんやろうかじゃあちょっと反対側の、えっと、歩道、まあ、自転車通行可の歩道を通って回避しようと思って、車線規制されているところを見たらさ、あれあれコンテナが寝とうみたいな。<laughs> なんかいつも見慣れているさ、まあ、あの港湾港地帯なんでね、まあ、トレーラーがコンタナを、まあ、23個乗せて引っ張ってるのはよく見る光景なんだけどコンタナがね転がってるのは初めて見ましたね。うん、で、えっと、あれこ,れこのコンタナを引っ張ってたトレーラーってどうなってんのと思って前の方に視線をやったらね なんかね、前の方がやっぱぐしゃっとなってる、なってましたよね、トレーラーのフロントが。っていうことは、まあ僕、リアルで見てないんで、まあこれは想像、詮索,詮索なんだけど、なん、なんか、まあ追突かなんかで、前がぐしゃっとなりました。そしたら、まあ当然、スピードが急激に落ちる。で、後ろは重たいコンテナが乗っているってなったら、まあ、世に言う。 いわゆるあの、ジャックナイフ状態になっちゃって、こう、車体がねじらったようになっちゃったのかなと、それで、荷台に乗っていたコンテナさんがゴロリンって倒れて、ああ、動かなくなりました。さあ、大変みたいなところに自分があ自分が遭遇したんやなっていうふうに理解したんですよね。でもさ、ひょっとして、自分が車線を、車線、 車道をまっすぐ走って、そのトレーラーの横ら辺を走っている時にコンテナがゴロリンってなっていたらさ、タイミング的にはひょっとして俺、猫せんべいじゃなくて人せんべいにされてた可能性もあるわけで、ちょっとゾッとしましたね。やっぱ、車道の左端を走るよりも、自転車通行かの歩道を走って、 ってた方がそういうリスクってヘッジできるのかなとか思ったりしたんですよね。うん、コンテナがね車線にゴロリンってなってるのを初めて見ましたね。でまあ自分が通りかかった時にはなんかクレーン呼んで釣り上げてまあこれド減するド減消化とまあコンテナまたコンテナトレーラー車呼んできて コンテナ、かるべきところに移動したらしゃあないやんみたいになってる状況だったのかなと思って、まあ帰ってきて Yahoo のニュースとかチェックしたんだけど、まあニュースにもなってなかったんで、ああ、怪我した人とかは多分いないんやなっていうふうにね、勝手に解釈しましたと。はい。まあ、気をつけようもないけど気をつけましょうね、みたいな。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。